奈県代表の海島真香です。こんばんは。ということで、本日私25歳のお誕生日を迎えました。イエーイ。25、アラサーアラサーになりました。25、25歳、イエーイ。そう、25レベになりました。アラサーではないって思うじゃん。調べてみ、大西もアラサーっていつからなんだろうって調べてみたら、25歳からアラサーって書いてあった。誕生日おめでとうってありがとう。25歳を迎えました。そう、今はラジオ、そう、渋谷で自分のラジオをしてきて、そう、嬉しい。見てこれ、これまだ昨日のまんまなんですけど、昨日収録の現場でいただいたお花はこちらで、今日番組、ラジオの番組のスタッフさんからいただいたお花はこちらで、で、そう、現場に来てくださったファンの皆様からのお花もいただいて、お花だらけ見て見て、すごい、本当にお花屋さん開けちゃうすごくない？そう、めっちゃお花の匂いしそうって、そう、めっちゃね、お花、そう、全部ちゃんとちゃんとお花なので、お花のいい匂いがする。さあ、たくさん綺麗なお花をいただいてきちゃいました。嬉しい。これは後ほど生けるお花と、そしてドライフラワーにするお花と、そう、分けていきます。いや、本当にありがとうございます。よっか、そう、本当たくさんたくさん、これももらっちゃった。あと2個ある。3体のアンパンマン、これはラジオでもらってきました。そう、アンパンマンチョコ好きで、おにし、たまに自分でバイキンマン買うんですけど、今日は全部アンパンマン、ウインクしてるやつ。いただきます。うん、まっ、うまっ。ふん、容赦なく食べるって。今めっちゃお腹空いてんの、おにし。そう、めっちゃお腹空いててごめんね、容赦なく言ってしまったわ。うまっ。ご飯、そう、晩ご飯、あ、そう、おらららららら、なんだこれ、すごい、ありがとう。なんか美味しそうな枠ができたよ。
結局誕生日どこで迎えたって、そう、それちょっとみんな予想した？ちゃんと大西が結局昨日誕生日を迎える瞬間9月20日0時00分はプリクラみたい、昔のありがとうございます。そう、結局何やったっけ、選択肢4個ぐらいあったよね。1電車の中、2タクシー、3帰り道、4お家やったっけ。さあさあ、お店はどこで誕生日を迎えたでしょうか。じゃああれするよ、投票。じゃあいくで、今決めよう。1番、お西がこれ誕生日を迎える瞬間どこにいたか当てるゲームね。1番、電車の中。2番、タクシーの中。3番、こう電車とか終わった後にこう、あの家まで帰るこの歩き道のこの帰り道、歩いて帰る道。3番、4番、お家。せい、手を返し。さあさあさあ、どこで誕生日を迎えたでしょうか。1番、電車の中。2番、タクシーの中。3番、道。4番、お家。さあどれでしょう。じゃああと8秒で締め切るね。8、7、6、5秒前、4、3、2、1、終了。お、おー、3番が一番多いってことは帰り道、帰り道が一番多い。2番目に多いのがお家、3番目に多いのがタクシーの中、4番目が電車。正解はですね、ドルルルバン、4番のお家でございます。イエーイ、すごくない？めっちゃ急いで帰ったの、タクシー乗って一番近い道から帰ってくださいって言って、なんかわかんないけど、別にこだわりはなかったんけど、でもせっかくお誕生日迎える瞬間、普通にお家でゆっくりこう座って迎えたいなと思って、そのだからちゃんとお家で迎えることができました。何時に着いたのって、え、でもほんまにあと10分は切ってて、12時まで。そうだから本当タクシー使わなかったら電車の中か帰り道にはなってたんですけど、そうめっちゃ急いで帰った。うん、ありがとう。メンバーには祝ってもらえたって。まだねツイッターも全部返事しきれてないし、 LINE とかもまだ全部返事しきれてないんですけど、そうツイッターでも LINE でもたくさん、ほんとたくさんメッセージ送ってくださって、メンバーだったりその舞台でご一緒させていただいた方々だったり、そう嬉しい。
一番は誰？一番はセリちゃん。セリちゃんが一番早かったメンバーの中だと。ツイッターの返信なしがあったって、そう途中まで返せたんですけど、まだ全員返せてない。ちょっと配信終わってご飯食べたい。ちょっと空いてる時間今日中に全員返信できたらいいなって思ってます。うん。24歳は楽しかったですかって。楽しかったね。忙しかった24歳忙しかったなっていうのが、忙しかったなっていうか、普通になんだろうね、まあでもちょっとこういう風なやつを言うの多分大西生誕祭にもあると思うので、まだねあんま今はね言葉にしないでおこうとは思うんですけれども、まあ、バタバタ、まあ、充実してた1年だったなっていうふうに思います。すぐに生誕ってやっぱいいねってね、もう回りに回ってやけどね2年ぶり、問題です。このアンパンマンチョコのこの食べた先のこのプラスチックの先端には毎回キャラクターがランダムで描かれています。さて大西のこの今回の描かれていたキャラクターは誰でしょうか。正解はデレレーン、食パンマンでしたごちそうさまでした。美味しかった。いやー、それ晩ご飯違う。違う。今日お寿司食べようと思って。そう、お寿司食べよう。せっかくだからね、食べよう。なんだろう、こうさ、まあ一人暮らししてからさ2年経ってさ、まあ今年3年目なのよ一応。そう、3年目に突入してるんだけれどもね、やっぱ誕生日とかさ年越し、まあ年越しはお仕事ある時が多いけど、誕生日もさ、まあわりかしお仕事あったとて、まあ大体一人じゃないですか。そう、
毎回な何しようかなと思うんですけど、結局そう私はお寿司頼んじゃおう、お寿司食べます。そう明日はまた朝からなので、まあ好き勝手することはできないからあれなんですけど、ドリームだもんなって。そう、まあ、別に何だろうね、メンバーとかさ、お友達とかのもちろんね、来てって言ったらもちろん優しいからみんな来てくれるは来てくれるんだろうけど、こういうのもいいのよ。一人暮らし寂しくないって、なんだろう、実家に帰れるならもちろん帰りたいは帰りたいけど、別に一人が寂しいってわけではないから嬉しい。そうなのよ、もちろんね、その家族、実家と実家に帰って家族で暮らせるなら、もちろん大西はね、今はそれが一番それがいいって自分では思ってるんだけれども、そう、でもその実家に帰りたいっていうのは別に一人が嫌だからっていう理由ではなくて、一人自体は好きなんですよ大西。わりかし一人が結構好きな方ではあるとは思うんですよ、自分的にはね。そう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 。そうだから寂しいとかはないんだよな。そうね。結婚してるけど一人がいい。ね、なんか西もそう思う。ね、まだ想像できないもん、自分以外の言えば他人の方とさ一緒に将来暮らすだなんて、まだ想像できない。でもね、今はそういう形じゃなくてもね、結婚ってできるからね。ね、山内みずきちゃんと同じ誕生日、そうズッキーと誕生日一緒なんです。今日だからズッキーも誕生日おめでとう。そう昨日お仕事一緒だったから、明日誕生日やな、台風大丈夫かなって話してたの。そうと思う、誕生日。そうズッキー、そう前のチーム4、村山チーム4で4年ぐらい一緒で、で今回もチーム系移動になっても一緒で、うん、そう、ズキ好きなんですよ、嬉しいの、だから誕生日一緒なのが。そうで、しかもあさって劇場公演で生誕祭用の公演があるんですけど、そう2人で歌うところが多いから、ズッキーと大西が楽しみ、あさって。寸劇でめっちゃ好き好き言ってるからなんて、そう山内って言ってあのキャラ大西なんだ、山内
山内と一緒に閉じ込められて嬉しい。何よ山内を好きなのはいいんだけれどもさ、あれなんなん西あれなんなん山内やばいよ。そうやばいマネージャーさんの役だから。でもあれもう終わるんでしょ、あの寸劇。知らない、あと2回って言ってたもんね、この間恩師劇場公演出た時。あと2回でここから脱出できるのみたいな恩師言ってて、そうなんと思いながら、あと2回しかないのかなって言うから勝手に思ってたんだが、次で終わるよってね。なんかやっぱさ、大西たちもさ知らない間にさ物語が進んでるからさ、そう、え、あともう2回で終わりなんと思ってた。そう、脱出できるといいね。生誕祭で終わりって、そっか、こないだあったもんね慶公園。え、もう終わったもしかして、まだ終わってない。ひななが黒幕になってるよ今。え、マジそうなん、ひなな黒幕なん、あれ怖っ。うちらもさ分かってないからさ、その自分たちが出てない時のさ物語をさ、マジかよひなな、お前やったんか。普通にパジャマかけたまんまやった。はい、マジかよ。そうか朝ここにかけっぱにしたの忘れてた。大西と山内の関係性はどうなるんだろう。やっぱ個人としてはさ、大西役をやってる大西はさ、やっぱ個人としてはさ山内好き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 っていう感じだからさ、報われてほしいなって思うけれどもさ、単純にさアイドルとマネージャーのさってなるとさ、そこはもうどうかぶつ切りにしてやってよこことここの関係性を切ってやってほしいという、そのなんだろう、その絶妙な心持ちがそう難しいわ。そうぶった切ってほしいけれども、個人的には報われてほしい。楽しみだね、あさってじゃ。ね、次もイケメン役かなって。今イケメン役か大西あれそれもあれは大西イケメンになってる。それも微妙なラインではあるけれども、むちゃんの女役みたい。あと女の子役も舞台ではやってるんだよ周りのメンバーかっこいいって言ってるからイケメン設定でかっこいい。あ、なんか言われてたね最初らへん、一回だけかっこいいみたいなあったね。じゃあイケメン役だ、おいしいイケメンだったんだ。あれをイケメンと言っちゃダメだよ、山内って言ってるのあれをイケメン認定しちゃダメだよ。うん、ただのヤバい人なんだから
しみ劇場あさって。当たった人当たった人あさっての劇場公演。お、1今1人はいって言ってる。1,2,3,4,5あ、6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26ほんまにあ、27あ、28,29,30,31,32あ、お、あ、33ほんまに？ほんまに来てくれる？33？33人来てくれる？33人来てくれそう。よっしゃ、33人は来る。よっしゃ。もっといるやろうって、もっといてくれてるかな、もっといるかな。いやー、でもなんか久しぶりだな、楽しみ。平日は辛いってごめんね。そう、なんか平日なんです。オンデマ組です。泣き泣いてるよ。オンデマ組で泣いてるよ。泣かないで、オンデマの大西すごいんだから。あなたオンデマの大西すごいんだから。カメラ目線、むしろ一番レスもらえるよ。オンデマが一番のレス優勝そうだよ、そう、一番レスもらえるのオンデマなんだから、そうだよそうよ、そう、楽しみ。緊張はどうって、まだしてはない。でも本番になったらしそうよね。本番になったら多分顔カチカチ、顔カチカチになってたら多分緊張してんなって思っといて。そう、緊張してたら顔固まる傾向があるから。もし、そう、より目になるんじゃって、あ、よう知ってるねそれ、懐かしい。なんかさ、より目になる、これおにしさ、今考えたら自分でもおかしいねんけどさ、ほんまに、いや、あの時相手役やってたあの役者さんにほんまに申し訳ないことしたなって思うねんけど、そのさ、 AKB の外に出てあのやった舞台、初めてやった舞台があったんですよ。カラクリサーカスっていう、それこそ 2.5 のやつで、 AKB の外に出て初めてあのやった舞台なんですよ。でそれまで別に舞台とか限らず AKB の外に出て一人で仕事するっていうのがあんまなくて、で、まあ、舞台も初めてやし外でやるのね。まあでも AKB でやってたって言ってもほんまちょこちょこしかやってなかったから、がっつりそんな主演とかも初めてで、でほんまに緊張してて、でめちゃめちゃ喋る役だったの。そう、2役やっててその時、そう、
二役やってたのね。だからめちゃめちゃセリフ量も多くて、でもうめちゃめちゃ緊張してて本番中ね。で三役やってたんだっけ、なんか三役だ、人形もやってたわ。その人形をやってる時のセリフがあって、なんかでも大西とその相手の方の2人 で円形なのよ。新宿フェイスっていう新宿のなんかのゴジラとかなんかあの歌舞伎町なんかその辺のなんか新宿フェイスっていうところがあって、あの普通の舞台ってさこう普通に見るじゃん舞台があって、でもその新宿フェイスはそうあの円形の舞台だったんですよ。だから360度周り全員お客さんみたいな感じで、もう視聴率 100% なわけよ。もう後ろからも横からも前からもちょっと斜め上からもみたいな。でもうそのシーンなんかめちゃめちゃ緊張してていつも、でもうさはっきり見ちゃうとさもううわ今見られてるって思うじゃん。だからそれを防ぐためにもう自分のセリフに集中するべくその時にこうちょっと寄り目をしたらあの視界がぼやけるのよ。そう寄り目ってすると視界ぼやけるじゃない。これでまあ客席もまあ離れてるし、まあ、暗いしまあ見えへんやろなと思ってちょっと寄り目しながら大西そのセリフを言ってたのね。えそうほんだら後々見に来たメンバーとかめっちゃ目寄ってたよなみたいな、みたいな。メンバーとかってさ呼ぶとまあ大体後ろらへんから見てんのよ。で後ろらへんでもバレてるってことはみたいな、じゃ結構周りの人もし寄り目バレてたんかなと思って、何やったかな、その時鳴海役主人公ではないのか、主人公はお坊ちゃまがいて、鳴海がいて鳴海っていう相手役の方がいて、役名でその人とこうなんていうの二人でこう舞台に立ってたから、なんか後々会う機会があって第2回のそのからくりサーカスをやるみたいななった時かな、なんか配信があった時かその2回目のからくりサーカスの時か忘れたけど、なんかその話をしたら、あやっぱりみたいな、でもあれは俺は役としてやってると思ってたんだみたいな。だからそう高大さんな、高大さんは高大さんって方がはそう言ってくださってて、人形だからそう目寄ってるのも役でやってるのかなって俺は全然思ってたからみたいな、そうわよかったと思って、そうなんか本当にこれだって何年前の話だ、4年前、とか4年前とかちょっと忘れちゃったけれども、でも本当に緊張してたなって。そうだから緊張するときおじさまに寄り目しちゃう。4年前か、もう今は寄り目することなくなりました。ホテル暮らししてたときはなんて、そう全然まだホテルで、だからホテルで側転の練習とかしてた、細い壁で、壁すれすれのとこで、
から明後日の生誕祭は絶対に寄り目しないそう。目寄ってんなって思ったらあって思っといて、じゃあ緊張してんねんなってチーム4のコンサート先生役して出れなかった時のって、そう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 、そう昔チーム4のね、そう TDC のコンサートそれで出れなかったんですよね。そうちょっとだけ出たけど部分出演って、あの時すごかったよね。なんかそれこそそれと同じ時にチーム8のTDC のコンサートもあって、チーム8って大体何回か人数も多かったからさ、まあ例えば9とフォクシー全員でみたいな、昔は3回公演とかよくあったんですけど、朝アンコール以外全部9とチーム9とのコンサート丸々出て、でその後舞台本番やって、で舞台本番やった後もう一回コンサートに戻るみたいな時があったんですよ。一回なんじゃこりゃーってなったお兄ちゃん、あの時あの時も頑張ってたなお兄ちゃん、そう考えたら。そう面白かった、面白かったではないけど今考えたらやばいね。そうねえ懐かしい。こちらも舞台からコンサートでしたよって、そうその時ファンの方もさ朝大西のキュートのコンサート来て、でそのまんまみんなも舞台の方移動して舞台見て、で舞台の方から最後もう一回戻ってきてくださったファンの方とかもいて、あの時ファンの方もね大変そうやった。そうそうなのよ。さあもう一回見たいってねえ、もう一回白金やりたいな。土は土に人形は人形に返せ、なんちゃらかんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら、そのセリフしか覚えてない。白金楽しかったな。完結したんだっけって、そう舞台も物語はもう全部終わったな。うん終わった、終わったの。オイランのセリフを覚えているのかなって、オイランやってたね大西。もう何にも覚えてない。おいしいオイランやってたのよ、からくりサーカス2の時の冒頭で一瞬だけ、あイッチ好き、懐かしい、何やったっけ、多分からくりサーカスの台本はね実家の方にあるんですよね。私あんたのことがイッチ好きって、美しい、そう
イッチ好き。懐かしい。そう、そんな感じ。あ、ムスさんのことがあかん。イッチ方言って多分昔の言葉じゃない？オイランだからめちゃめちゃ昔の過去のなんか一瞬その冒頭であったんですよ。そう、一番好きだよっていう多分意味だと思うんですけど。そう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 。懐かしいなあ。あ、でも方言なんだ。長崎の方言やって今でもそれは使うのかな、イッチって。今日は長めの配信かな。あーでも言ってね、9時に終わろうと思ってたからもうあと5分ぐらいかな。そう、お腹がもうペンペコリンでございます。イッチ好き。久しぶりに新宿フェイスまた立ちたいね。なんでこんな辛さの話になったんだろう。あ、お寿司お腹いっぱい食べないよって、ありがとう。食べる、いっぱい食べる。よりめ、あ、あ、生誕祭で緊張するからの流れか。なるほどね。なんで今辛さの話してんのかなと思った。ももちゃん今日はお寿司何のネタ食べたいと。エビ、エビと卵。とコーン。イカもあり。エビは生あって、虫は普通のエビあるじゃん。エビと甘エビと生エビ、全部全部好きです。エビが本当に好きなんですよ。虫そう本当に好きなの、エビ。そうだからエビチリとかもエビフライとかエビ関係ほんと全部好き。そう、美味しいよね。エビ、マグロやブリとか食べないの。マグロ食べないかもね。いや別に好きではあるけど、好きっていうか普通な、なんだろう。でも自分お寿司ってさ、まあスーパーで買ってきたらまあいろんな種類とか載ってるけど、出前とかになるとさ自分の好きなネタだけ頼めるじゃない。ってなるとお店はほとんどエビになっちゃう。生魚が苦手なのかなって。普通に好きなんですよ。だからスーパーとかで買ってくるやつも別に好きなんですよ。ただエビを一番最後に残してから食べるっていう、そう好きなものを最後に残して食べるっていう食べ方はあるんですけど、お寿司がそもそも大好きなんですよ。そう、焼肉よりお寿司が好きな人間なので、お寿司好きなんですよ。だから普通に好きなんですけど、自分の好きなものを頼むってなるとエビばっかになっちゃうなって。タコやイカはって好きよ、好き。イカはまあ頼むかな、自分で頼む時も。
あんまり最近牛丼のイメージないって。本当ここ最近ね言ってないけど2日に1点ぐらいは食べてるよ。言ってないだけで。そうね、あの皆様の知らないところでもあの私の牛活はあの進んでいるので、牛丼好きなのは相変わらずでございます。ナスのパスタだな。ナスのパスタもめっちゃ食べる。もうほんとやばい。ナスのパスタはでも空き時間があるときにしか食べれないんですよ。そう、なんかお仕事の合間とかにカフェとか行けるってなったら、そうっていう感じの。牛丼はねお仕事終わりとかでもね食べて帰れるから。そうなんだね。まあそんな感じで、まあ、本当に普通の話しかしなかったけれども、こんな感じであのお誕生日の配信を終わりたいなというふうに思います。いや本当ありがとう、普通の配信を聞いてくださって。でこんなうおいっぱいタワーあるじゃない、ありがとう。これどうしようか、どうしようか、ありがとう。な、どのぐらいあるんだろう。13位までの方をいつもタワー、25位までタワー。え、ちょうどいいじゃん、25歳。え、そういうこと、え、そういうこと。一瞬13位までの方をタワーみたいに呼ぶにして、25位までの方を普通に呼ぼうかなとか思ってたけど、ちょうど25本立ってるってこと。ありがとう本当に。じゃあ普通に25位までの方をタワー呼ぶみたいに、じゃあ呼んでいきたいと思います。すごい、ありがとう。よし、じゃあもうタワー形式で今から読んでいくね。いきます。あ、ちょっと先にあのあれなんでございますが、ちょっと長い名前が私読めないでございましてっていう部分もちょっとお先に失礼いたします。ありがとうございます。じゃあいきますよ。1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ハギハギさん、ハギハギさん、ハギハギさん、タワーありがとうございます。ありがたわー、イエイ、ありがとうございます。そして2位がよっちゃん&ゆうさん、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 タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとうございます、イエイ。そして3位がリエボアットマーク大西軍アットマークお誕生日おめでとうさん、リエボさん、リエボさん、リエボさん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとうございます。そして4位がさとちアットマーク大西軍さん、さとちさん、さとちさん、さとちさん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとうございます。そして5位がエイトさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとうございます。そして6位が、マカロニ48さん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 、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして7位が、ひろかしんさん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 、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして、8位がコバアットマーク大西よしさん、コバさん、コバさん、コバさん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとう。そして、9位がラムチャさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして10位がケイジさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。
そして11位が KITT アットマーク誕生日おめでとうさん、KITT さん、KITT さん、KITT さん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして12位がコーヒレンさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして13位がキョイさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして14位が MM ルールズアットマークは LARCASI までしか読めないけど、MM ルールさん、MM ルールさん、MM ルールさん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。ありがとう、岐阜の夜と人生に乾杯。そして、15位がライオン丸さん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして16位がリピピーさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして17位が黒芝のりこてんさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして18位がカホアットマークニコーさん、カホさん、カホさん、カホさん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして19位がアンマンさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして20位、まさみアットマーク25歳の大西、25歳の大西はとても美しくて可愛くて最高です。生きていてくれてありがとうさん。知らんけど、まさみんさん、まさみんさん、まさみんさん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして21位がツインピーマンさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして22位が13、13、13、13、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして23位がパウルさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そして24位が、奈良色さん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 、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。そしてラスト25位がユミゴンアットマークももちゃんは、ももちゃんハピバ、一生ももちゃんについていくよさん。ユミゴンさん、ユミゴンさん、ユミゴンさん、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ。はい、ありがとうございます。ちょっとところどころ名前を変えた方もいらっしゃいましたが、今後はこうお名前が長いと大西が勝手にこんな感じになっちゃう。ありがとうございます。ということで、ではではでは、じゃあこの後は大西はお腹いっぱい夜ご飯を食べていきたいと思います。では改めましてですね、本日25歳を迎えて、皆様から本当にたくさんのメッセージとか、メンバーからとかも、本当に知り合いとかお友達とかからもたくさんメッセージが来て、本当に本当に嬉しい一日になりました。今後ともどもね、25歳の大西もぜひぜひ頑張っていきたいと思いますので、何卒応援の方よろしくお願いいたします。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。